どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、三段の方ですね、石田流の得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、穴角ですね。穴角。はぁ？穴角？ふざけやがって、舐めやがって。こっちが初段だからって舐めやがって。完全に舐めてきてますよね、これね。いや、舐めてるとしか思えない。さあ、向かい飛車。まあ、かといって、だからといって、何かこちらがすぐに勝負できる形であるわけではないので、おっと、これは一回銀交換までさせてもらいますか。銀交換までさせてもらって、で、こっちに上がっていくと、いうことができるのであれば、まあ、悪くない形なんじゃないかというふうに思いますね。これで、まあ、銀打って、で、さらにこれ銀打っておけば、どうなりますかこれ。銀打って、あ、銀引いてか。あ、銀引いてじゃないや。銀ならずでいって、ちょっと、言葉がもう、ごちゃごちゃなんだけど。さあ、これは飛車取って OK でしょ？飛車取って、これ駒得だよね、完全に。完全に駒得だよね。なんだ、これネタなのかこの人。ネタでやってんのか穴角を。穴角をネタでやろうが、こちらとしてはですね、もし3段に勝てるようなことがあればですね、大金星なわけですよ。だからもう、ゴリゴリに本気でいきますよっていう話であって、ネタとかなんとかそんな風に言ってる場合じゃないっすよ、こっちとしては。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。いやー、3段勝ったね。初めてじゃない？ 3 段勝ったの。いやー、よかったです。ありがとうございました。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけれども。お前が先手だ！初段の方ですね、対振り持久戦がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、味噌煮込みうどんみたいのが、鍋焼きうどんかな？美味しそうでしたけども、いただきますという、仕草でですね、物食べながら将棋するってどうなんですかね？ちょっと。そのあたりのことはちょっと気になりますけれどね。まあでも、まあ好きにやってもらえばいいかなというふうに。棒銀！さあ、加藤一二三先生のエフェクトを今日もですね、拝みまして、やっていきたいと思うんですけれども、さあ、相手はですね、真っ先に美濃囲いに囲ってくると。で、こちらは取り差し。一応、居飛車の税金払っておきまして、で、こっから3五歩と、行ってですね、銀交換、していきたいなというふうに思います。あ、でも銀交換できないか、これ。できないやつですね。できないやつでした。はい。できないやつなので、一回ここふーっといて、まあ、帰ってもらいましょう。で、これ銀一回引いといて、で、シンプルにですね、2四歩、から決めていきたいなというふうに思います。なので、向かい飛車に変えてくると、組み替えてくると、一回銀当てておきますか、これで。銀当てておいて、銀上がっておいてですね、で、ここの歩を取り込みに行くという、そういうイメージですが、一回引かされるのか。一回引かされて、銀が上がってくるから、まあちょっと難しい、感じですね。すぐには何かが起きるわけではないという。まあそういう将棋になりそうです。時間はだいぶ勝ってる。時間は若干勝っているので、まあこれでちょっと金が上がったりしながら、はい、相手を押し込んでいく、将棋にしていければいいかなというふうに思うんですけど、まあなんか相変わらずですね、まあこれは一回銀上がっておきましょうね。相変わらず割り打ちの銀が見えるんで、割り打ちの銀していきたいなというふうに思うんですけど、さあ、これで一回、銀に当てていって、飛車走ってくる手もあるかもしんない。もしかしたら。そしたら素直に歩打ちますか。これで、こっちに来られて、今、歩が2枚あるんで、まあ、飛車が叩けると、だから銀が、この4六の、歩を取ってきたときに2枚で叩きましょうっていう話ですね。まあ、それでどうかな。さあ、銀こっちに来た。なるほど。なるほど、わからん。だからといって何なんだっていう感じなんですけど、これとりあえず七駒になってるんで、取れるんですよね。取れると思うんだけどな。だからこの瞬間、取れますよね。2分。はい。で、これで飛車がなってくるということなんですけど、まあ、駒得というか駒損、しながら攻めてきてるっていうことなので、まあ、それはさすがにどうなのかなというふうに思いつつ、まあ、確かに守りにくいといえば守りにくいのかもしれませんね。こっちとしては。さあ、こっちも攻めていきましょう。もうこれ銀になっていって、金にプレッシャーをガンガンかけていくという、そういう、これ飛車は逃げ道は飛車逃げ道ない金もらっとく？そしたら、もらっておきましょう。さあ、これで、この角がね、死んでるのがちょっとね、いただけないですよね。角が死んでるのがいただけないが、ここに角打って、まあ、飛車に当てておきながら、あ、これ金打ちだったな。金打つんだったな。しまったしまった。失敗。しまった。しまったぜ。さあ、これは、一回逃げておいて。さあ、これは金並べておきますか。金並べておいて、もうがっちりがっちり受けといて、で、時間的にはこっちがだいぶ勝ってるんで、まあそれも含めてなんか悪くないんじゃないのかっていう噂はあるんですけど、で、ですね、ここにも金打っちゃって、で、金4枚ですよ、これ。金4枚の、この囲いというかなんか、超豪華船囲いみたいな、船囲いでもないのか、まあよくわからんが、とりあえず、硬いことは間違いないでしょう。脆くはないでしょう。こんだけ金がいるんだから、脆くはないでしょうとは思うんですけどね。はい。で、ここにまた、銀でも打っておいて。1分。さあ、これで飛車切ってきましたね。まあ、確かにそういう風にやられる方が一番厳しいかなとは、思います。さあ、これで、王様で取っていって、なんかある？これ、歩打ってなんか問題ありますか？はい。で、香車取るか。一回香車取って、銀ね。30秒。まあ、ここに、桂馬でも打ちます。合ってるこれ。わかんないんだけど。合ってますか。さあ、ここに香車打ちますか、そしたら。20秒。はい、これで、特に問題ないかなという流れですね。はい、これで、あとは、まあ、この辺に銀打って、ここに香車打ってとかしていけば、自然と詰むんじゃないかなと。ああ、これ王手か。はい。逃げておいて。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。